岩手県営野球場は岩手県盛岡市にある野球場。施設は岩手県が所有し、岩手県スポーツ振興事業団が指定管理者として運営管理を行っている。岩手国体を前にした1970年4月30日、完成。以来、全国高等学校野球選手権岩手大会の主会場としての使用をはじめ、公式。 難式問わず多くのアマチュア野球公式戦が行われている。また、プロ野球公式戦が年間1から2試合程度開催されており、岩手県の代表的な野球場である。プロ野球公式戦は、完成年に、ヤクルトスワローズ対太陽ホエールズ戦が開催されている。以降、ヤクルト、太陽、横浜のほか。 読売ジャイアンツ、広島東洋カープ、阪神タイガース、日本ハムファイターズ、オリックスブルーウェーブなどが主催公式戦を開催。2005年からは東北楽天ゴールデンイーグルスの公式戦が年に1から2試合開催されている。2012年7月23日には岩手県内初となるオールスターゲームが東日本大震災の被災地の小中高校生。 約2400人を招待して行われた。2012年7月31日楽天対、福岡ソフトバンクマイナスパリーグ TV、2012年8月30日、閲覧。心一つに、岩手での救援客席に被災地の小中高校生2400人2012年7月23日、スパニッキーアネックス、2012年8月30日、閲覧。 ありがとうございます。